厚揚げと豚ミンチのあんかけを作りました。いただきます。口当たり滑らかな旨味たっぷりの甘辛そぼろあんが柔らかい厚揚げによく合っていてとても美味しいです。お酒もご飯も進む一品です。ぜひお試しください。Thank you.
厚揚げと鶏もも肉の煮物を作りました。いただきます。厚揚げに鶏肉の旨味と優しい甘辛の味が染みていてとても美味しいです。煮物を食べるとほっとします。皆さんもぜひお試しください。
揚げの生姜焼きを作りました。いただきます。外側はしっかりと焼けて、中はしっとりと仕上がっています。タレにすりごまを入れることで、厚揚げに生姜醤油の旨味と風味が絡んで、とても美味しいです。皆さんもぜひお試しください。今回の動画が良かったら、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。